皆さん、こんばんは。今いらっしゃいませって言ったんで、もう一回だけいらっしゃいませって言ってもらっていいですか。ちょっと緊張してるんでごめんなさい。いらっしゃいませ。いきますよ。3、2、1、どうぞ。ありがとうございます。僕はいつも毎日毎日いらっしゃいませと、声、大声を出して、声高らかに何百回もいつも言ってます。そして、このフリップに出てると思いますが、このブログ屋みたいなちょっと屋台なんですけど、古い伝統があります。僕は17年やってます。申し遅れましたが、この屋台ピョンキチという店主オーナーであり、太田TEDxHakataと申します。今日はよろしくお願いします。で、そうですね、今日ここに立ってるのは、もう間違いなく屋台が素晴らしい。で、屋台の深い気づき。人それぞれ、屋台いっぱい来るんですけど、まあ普通にご飯食べて帰られる人もいれば、そういう方もいらっしゃいますが、屋台はやっぱりもう、なんか人が密集するんですよね。で、そういう中での深い気づきがものすごくあるんですよ。で、まあ元気が出ない人が元気が出たり、そういうふうなこう要素をたくさん持ってます。今これ言うと全部言うことがなくなるんで、ちょっとやめますが。で、まずですね、屋台とは何かですね。ここにいらっしゃる方は福岡の方なんで、屋台は全部知ってると思います。でも、まあ世界の方とかはちょっと屋台を知りにくいと思いますんで、屋台はこう、屋根付きの小さな家を形をしたタイヤが付いている移動式の台のことを言います。で、営業時間。まあ言うなら、ですね。で、屋台には、ラーメンから始まり、餃子、おでん、焼き鳥、いろんなものを置いてます。で、現在福岡の屋台は120店舗ぐらいあります。皆さん素晴らしい料理を作ってます。アメイジングです。本当にすごいです。これ、それぞれの屋台がそれぞれの思い、気持ち、その熱いお客さんを招こうと、本当に心の底から招こうとするその姿勢が、その料理をどんどん作っていると、僕は確信してます。僕も、そういった思いで料理をいつも作っております。で、屋台は戦後終わって、博多の屋台がまあできたのはやっぱ戦後終わってですね、ものすごくこう、食を欲している方々が、どうにか素早い方法でやれるのは何かって言ったら、屋台が一番ピンときて、もうすぐ始まったのが屋台であります。で、かの、その大企業、いわゆる久留米の企業なんですけど、フォーミュラワンや、フォーミュラワンのサプライヤーでもあったブリヂストンさんも屋台のタイヤを作ることから始められたそうです。で、今日はその屋台の料理とか歴史とかをこの場で言う必要はないんですよね。それはなぜかというと、言ったら分かります、全部で。今日来たのは本当に深い気づきというか、僕もこのテッドにこうする準備を一生懸命やってたんですけど、その時に気づいたことがものすごくあって、僕はなんと素晴らしいことをしてたんだということをハッと気づきました。17年もやってたんですよ。考えられますよね。それはなぜかというと、屋台ってこう、このぐらいの今この卓上があるんですね。で、そこには大体3人、3人、3人、まあ14人、丸椅子2つ開けて、座ります。はじめポツンポツンと2人3人こう入ります。その後にどん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 お客さんが押し寄せるんですね。今もう屋台はもう海外からもたくさん来られますんで、その時に僕は前に出て、ちょっと詰めてくださいと、こうガンとこう牛耳ってる人も、もう3人掛けやったら3人掛け、もう3人掛けお願いします、お願いしますって、ちょっと不快な顔をされますけど、どん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 詰めていきます。その時にですね、こう屋台に入ってきたお客さんがですね、なんていうんですかね、まあ、いい人もいれば、ちょっと不機嫌な人もいるんですよ。でもですね、入ってきた瞬間に、こう、なんていうんですか、詰めてくださいって言ったら横に寄らなきゃいけないんです。あんまり寄りたくないですよね。わかります？この差が。これ寄りたくないです。バスとか乗ったことあります？バスで横の人と喋れませんよね。うん。電車もそうですよね。はいとか言いませんよね。変態かと思われますよね。で、この差があるんですけど、この差を、ちょっといいですかって、こう、おケツをちょっと、ちょっと押すんですよ。それをポッとつくんですよ。ついた瞬間、このすれ違う瞬間っていうのがあるんですよ。すれ違った瞬間ですよね。パッと違う世界に入ってるんですよ。これどういうことか分かります？
もうすごいですよ。肌と肌がすれ違った瞬間、わ、どっから来たのみたいな。私、東京から行きましょう。あ、そうなん、何しに観光でとか、そういう会話は瞬時に起こるんですよね。これは居酒屋とか他のところに行っても絶対にそれはありえないです。だから何を言いたいかというと、屋台に入って、お客さんは話したいんですよ。自分の思いを誰かに伝えたいんですよ。そして聞いてもらいたい、聞かせたい。楽しいんですよ。なんか嬉しいです、それで。で、いろんなですね、こう、弁護士や、もう、司法書士、いわゆる先生、スナックのママ、中洲のママ、クラブのママ、で、いろんな方がいっぱい来られます。で、OL、サラリーマン、小学生、学生、老人の方、もうたくさん来られます。で、来られるときに、皆さんがですね、こう、横の同士ですね、普通、ちょっとね、匂いがちょっと、まあ、臭いって言ったらいけないけど、ちょっと不潔な方いて嫌でしょ、ちょっとね。まあ嫌なんですけど、なぜか話してしまうんです。なぜか喋れる。そういう、僕はこれ、屋さんの奇跡だと思ったんですよね。あまりも興味持ってないのに、ちょっと言っただけで、あ、なんか話してしまう。で、話をしたくないけど、言われたら、それに反応してしまう。で、あ、どうですかみたいな。人間を一つにさせるんですよね。人間を元に戻すんですよ、屋台は。素直で、正直な、素晴らしい自分がいるんですよ。そこに戻っちゃうんですよ。そして人間は、その時にバランスが取れるんですよね。なんか心地いいな、と。ものすごく気持ちよくなります。その人間のバランス、人間同士のバランスというのは、社会におけるバランスと全く一緒なんですよ。なので、屋台、普通に来られて、おしゃべりして、やってるんですけど、ものすごく、社会に素晴らしい影響力を、与えていると、僕は確信してます。でも今フリップに出てくるようなですね、もうリュウちゃんのことは僕は言えませんので、でも一生懸命今からまたちょっとだけあと話したいと思います。で、屋台ですね、隣とお客さんとおしゃべりするのはもちろんですけど、僕ともしゃべるんですよね。で、僕としゃべるときに、なんかちょっと悩んでるような子がいるんですよ。大学生の子とか。で、なんか可愛いねって言うと、いや、私可愛くありませんとか、いや、可愛いじゃんみたいな。素直に認めるよって感じですけどね。そういう素直さも、まあ、教えるって言ったらおこがましいんですけど、可愛いって言ったらありがとうって言うべきよみたいな感じで、それに素直になろうみたいな感じのことをよく言うんですけど。で、その子にですね、ある、僕ですね、いつもやってる、勉強してる日記とかにもよく書いてるんですけど、その、なんていうんですかね、ノートがあるんですよ。で、このノートに、なんか疑問、なんていうの、悩みがあるのって、ある。私、大学生なんですけど、大学の教授が大嫌いなんですよ。あんた、いつも私のことばっかり、文句ばっかり言うんですよって。私のいらぬとこばっかりずっと見つけるんですよって。もう、ああいう人大嫌いって、こんな感じです。で、僕はですね、じゃあね、それをね、悪いでしょ、悪いけど、それ一回良かったにしてみないって言うんですよ。良かったって。言ってごらんって。良かった。何が良かったのって。その、良かった理由を紙をプッと出してですね、伝票ちぎってプッと出して、これ書いてみなさいって言うんですよ。そしたら5個ぐらい書いた時にね、彼女こう言うんですよ。あ、うわだーって、何これって、なんか好きになってます、あの教授のことは。すごいでしょ。いや、本当に好きになってるんですよ。で、その好きになったことをさらにこう変換させて、じゃあその教授に何を与えれるのみたいな。自分が何を与えれるかをその子に言ったんですよ。じゃあもっと優しく接しますとか、そういうのが出てくるんですよ。で、そういうのが出てくるということは、その出来事はですね、嫌なんですよ。その女の子嫌いだっていうことが、そういう出来事。でも、その出来事が本当に良かったに変わっちゃうんですよね。魔法みたいなノート、僕毎日つけてますけど、そういうことをしてお客さんを、なんていうんですか、本当に心の底から満足させたいというか、してもらいたいというか、まあ、もらいたい、してあげたい。
お客さんがそれを聞いたときに、いわゆる屋台でご飯も食べます、食事もします、おいしいおでん、ラーメン、餃子、一番餃子が一番うまいです、あれ。で、それでどんどん食べますが、で、その時にもう一つ何か持って帰りたいんですね。なんでか、博多に来て、せっかく屋台に来て、目の前にお客さんがいて、横にもお客さんがいて、なんで喋られるの、なんで得しないのみたいな。もちろんしたくない人もいます。でも、大半の人がみんな欲求してます。それは自分を分かってほしい、認めてほしい、愛してほしいんですよね。素敵ですね。そういうことです。それが本当の屋台の素晴らしさと思います。で、ある僕は屋台ずっと17年やってるんですけど、すごい衝撃的な出来事がありました。一回これ一つだけお話します。いっぱいあるんですけど、ドラマがあの中、小さい中で繰り広げるドラマたくさんありますけど、一つだけです。ある心理セラピストの女性の方が、こう、何ですか、こう、その時は分からなかったですけど、男性恐怖症、対人恐怖症の女性連れてきたんですね。端っこに座ったんですよ。僕、こう、料理してたと、チラッと見たし、うわ、まずっと思ったんですよ。なんでかって言ったら、彼女はものすごく震えてたんですよ、その時。で、ゾーンに真っ暗な、なんか辛い苦しい顔をしてたんですよ。わあ、これまずいなって、どうにかしなきゃいけないって。なんか心理セラピストなんでもないんですけど、僕はカウンセラーでも。なんかしてあげたくなるんですよ、こう、目の前にいたら。で、それですね、近寄って、こう横に座らせて、ずっと僕は話しました。僕、命がけでやりました。これじゃなんか危ないと思って。もしかしたら行っちゃうんじゃないみたいな。だからもう真剣に対応です。もう命がけです、本当に。で、どうしたの。で、彼女は僕が真剣に接するあまりに、多分真剣に答えろってしたんですよね。僕、男なんですけど。で、いろんな自分の今までの悩み、つらみ、恨みをいっぱい言うんですよ、過去の経験、体験を。で、それを僕、聞くんですよ。聞いたときに、うわ、そうかって。でも僕もな、もらい泣きしちゃって、お互い、こう、何、岩崎先生が言ったように、共心共鳴ですね。うわーって泣いちゃったんですよ。だから、そうね、そうねって、そうやったのねって。で、その子はちょっと元気になりました。で、もっと元気にさせたいがために、僕は僕の話をよく聞いて、僕は YS メソッドっていうそのやつの講座があるんですよね。そこに行ったらすごいことが起きるんで、いわゆる本当の、こう、なんていうか、自分を発見できる、こう見出せる、ドカンと。で、それに行ってみたらっていうことを思いっきり説得し、説明したんですよ。したら納得して行っちゃったんですね。本気にして行っちゃったで、本気にして帰ってきたらどうなったと思います？この人、見事にその恐怖症を克服して、で、離婚もしてたんですよ。で、ずっと男がいないってずっと感じです。その間ずっとありますけど、で、男性もできて、結婚までして、悲願だった女性の、自分が夢にまで見た子供を授かったんです。そういう出来事があります。屋台では本当にドラマティックなことがたくさん起こります。ほんの今の一部の例です。それぐらいパワーがあって、人にパワーを与え、そして人に愛を与え、人にものすごく勇気を与えます。エネルギー、そして感動と感謝を与えられます。それをもらってます。それに気づかなかったんですよ。なんてバカな人間だと思いました。それに、このテッドの準備をするにあたって、それを本当に気づけました。本当に素晴らしいとこだなと。屋台をいつもこう入れてるとき、テッドリスみたいな感じです。こっち3人やったら、はい、3人、2人やったら2人、こっち抜いたらこっちみたいな。社会におけるテトリスなんですよ。その融合です。そのバランス、それが調和して、ものすごい状況を見ます。本当に素晴らしいです。今、屋台はものすごく規制が厳しい状況に立ってます。僕はこういう素晴らしさを思いっきり全世界に発信したい。で、120店舗ある屋台の中の、今日屋台をほっぽいてここに立ってます。なんで？本当に屋台がなくなったらどうしようと思うからです。こんなに素晴らしくて、こんなに人を元気づけてるとこはどこにあるかと。出会いたいなら出会い系の交流会とか行きますよね。でも屋台もすぐただでパッと来て、パッ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 って、もうバーッとこう、何ていうんですか、ババーッとこう、みんながバーッて仲良くなるんですよ。もうとんでもないぐらい仲良くなるんですよ。で、僕、売り上げ上がれない時あるんですよ、たまに。で、それでもいいんですよ。それがいいんですよ。そのためにやってるんですよ。
あ、本当ですよ。昔は違いましたけど。そういうふうにちょっと変化してます。それは誰が教えてくれたか。お客さんが教えてくれたんですね。屋台が教えてくれたんです。屋台が自分も大きく成長させてくれて、素晴らしい人間にもっとなりなさい、もっとなりなさいと。屋台持ってくる前にいつも会話するんですよ、屋台と。今日もよろしく、ピョンキチって言ったら。ピョンキチはこう言うんですよ。おし、お前今日本当やるの？気合入ってるの？って。本当にお客さんも素晴らしいとしか思えないという、そういう心になってるの？って。怒られたお客さんでもものすごくいいじゃん。自分変な態度をしてくれるから怒ってくれるんだから、そういうのを分かりなさいよってピョンキチが言うんですよ、いつも僕に。囁くんですよ。で、支えて僕はそれを聞いて、よし、分かったって。でも、それができなくてもよかったって言うんですよ。すべてよかった。ああ、よかったって。できなくてよかった。できなかった。よかった理由を全部書き出して。で、そのできなかったおかげで何をしたらいいのかっていうのを、また行動基準にして、それを行動に移して、そしてまたそれをお客様に与える。それが跳ね返って、お客様も喜び、自分も喜び。すべてが喜ぶ。すべてがバランス取れる。そういう、屋台です。で、ここ10年ぐらいの間に屋台は激減してます。非常に辛いです。衛生上の問題、それと屋台は、僕はまだ若いんですけど41です。僕は80とか60の70、そういう方が一生懸命働いてます。ものすごい重労働なんですよ。実は屋台は本当に過酷です。でもそういう顔一つ出さず、皆さんニコニコしながら働いておられます。そして屋台は一代限りでもうなくなっちゃうんですよね。そういう今規則に、基本条例、福岡市の屋台基本条例にのっとって、みんな一生懸命それを守りながら頑張っております。僕はもし仮に今僕のこの屋台がなくなったとしても、僕は多分こう言います。ああよかったって。ああよかった。本当は良くないんですけど、良かったって言い切ります。なくなったものを落胆するより良かったと言って、その屋台から学んだ学びや発見、そして僕に教えてくれたこと、僕を人間として本当に大きく成長してくれたことに対して、屋台に対して、ピョンキチに対して申し訳ないと思います。そしてお客さんに、お客さんを素晴らしいとしか思えない、そういう自分にしてくれたのもピョンキチです。何をじゃあ与えるのか、僕から湧き上がる、この魂から湧き上がる、その愛をお客さんにぶつける、笑顔だったり、対応だったり、姿勢であったり、自分のジェスチャーだったり、元気な人をニコッと笑ったり、そんな感じです。本当にこのTEDを通して屋台の素晴らしさ、気づきを得ました。今屋台は世界から注目されています。いろんな国の方が来られます。その時に恥じないように世界に注目されている限り、それをどんどんやりたいと思います。そして今さっきも言ったみたいに、肌に触れただけで仲良くなる。そして調和が取れてバランスが取れる。で、社会のバランスが取れる。これは、屋台だけのことじゃないんですね。その地域にも影響を与えるし、日本にも影響を与え、世界にも影響を与える可能性は十分にあることを僕は確信しています。屋台がずっとできるなら、ずっと続けたい。ずっと続けてほしい。もっともっとずっと続けてほしい。ありがとうございました。